分解図は、オブジェクトの図絵、概略ダイアグラム、またはテクニカルドローイングであり、様々な部品の関係、または組み立て順序を示している。これは、距離によってわずかに離れた、または三次元分解図の場合は、周囲のスペースに吊り下げられたオブジェクトのコンポーネントを示している。オブジェクトは、中央から発散する、小さな制御されて爆発があったかのように表され、 オブジェクトの部分はそれらの元の位置から等しい距離だけ離れている。分解図は部品カタログ、組み立て及び保守マニュアル、その他の説明資料で使用される。分解図の投影図は通常、上から見て図面の左側、または右側からわずかに対角線上に示されている。特許図面における完全に組み立てられた分解図ニアポンプの分解図分解図は機械部品、 または他の部品の意図された組み立てを示す図面の一種であるが、それはアセンブリのすべての部分がどのように一緒に収まるかを示している。機械システムでは通常中心に最も近い部品が最初に組み立てられ、た部品は主要部品で組み立てられる。この図は外側の部品が通常最初に取り外される部品の分解を表すのにも役立つ。分解図は 部品の配置、またはアセンブリ、またはサブアセンブリに含まれる部品を示す。説明的なマニュアルでは一般的であり、通常このような図には部品識別番号とどの部品が図の特定の位置を埋めるかを示すラベルがある。多くのスプレッドシートアプリケーションは展開円グラフなどの展開図を自動的に作成できる。分解図での特許出願図面では、 分離された部品はブラケットによって包含されるべきであり、様々な部品の関係、または、組み立て順序が許容されることを示している。画像を参照のこと。別の図と同じシートにある図に分解図が表示されている。場合は、分解図を大括弧で囲む必要がある。展開図は、例えば、ランドスケープデザインのプレゼンテーションなど、建築図面でも使用され、分解図では、 立方体の絵のように要素が建築図の上空を飛んでいるようなイメージを作成できる。場所は要素のサイトプラン内で影付きまたは点線で表示されている。レオナルド・ダ・ヴィンチによる分解図破断図とともに分解図はルネサンス期に発生した多くのグラフィック発明の一つであり、新たな絵画的表現を自然主義的な方法で明確にするために開発された。 分解図は、マリノ・タコラの15世紀初頭のノートにまで遡ることができ、フランチェスコ・ディジョルジョ・マルティーニとレオナルド・ダ・ヴィンチによって完成された。分解図の最初のより明確な例の一つは、往復運動機械の設計図で、レオナルドによって作成された。レオナルドは、人体解剖学に関するものを含む他のいくつかの研究において、この提示方法を適用している。 分解図という用語は1940年代に登場し、1965年に三次元図として定義された最初の一つで詳細部分の組み立て、または分解の部品、サブアセンブリ、およびより高いアセンブリの看護関係を示している。ありがとうございます。